立花明備えは、筑後国柳川藩の第11代藩主。溶接した第10代藩主、立花明宏の同母弟で、その替え玉となる。第9代藩主、立花明剣の次男。母は、即室の清光院。婚約者は、山内と介の養肩伯母、うさぎみ。性質は、広島藩主、浅野仁志の娘、かよ子。名は初め 後に、また次郎、万寿丸。明治35年まで、勘広と別人であることは、極秘とされていた。文政10年8月21日、柳川にて生まれた。文政13年に先に、江戸に上り、家督相続した兄が天保4年4月8日に、去年11で死去した。若年のため死もおらず、加えて、将軍。 徳川家成への初おまみが住んでいない上に17歳未満では末期用紙の許可が降りない可能性が高かったため、その年7月11日の夜に極秘の内江戸判邸に入り、家督を継ぐ。幕府には、菅弘は無事全開したと報告し、公式上は兄と同一人物ということにした。このために通称を万寿丸、意味名を菅弘と称した。天保6年に、 勘広として将軍に初おまみし、従五位した左近証言に助任されて、勘備えと意味名を改める。このために、江戸武漢での勘、備えの家督相続年は、勘広の家督相続年になっている。勘広は、生前に山内豊作の娘、うさぎみと婚約しており、表向き勘広と同一人物であった勘備えは、この婚約も引き継いだが、うさぎみは溶接した。 そのため、天保11年に、朝の人試験の娘、かよこと婚姻する。しかし、天保13年に離別している。また、同年には国元に下校したが、そのまま病気により、江戸に登ることができず、藩内公式行事にも出席できないまま、死去まで、お花畑で生活する。校歌2年11月23日、第8代藩主、漢字の孫であり、 元光用邸から一門の剣持や、立花地からの養子になっていた秋友をもらい返して、養子師として迎え、高下3年3月24日に山川にて死去した。家督は秋友が継いだ。去年20、ありがとうございます。